どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら、近日行われるアップデートでは、先日の公式放送でも紹介した、新たな覚醒スキルが登場いたします。今回、アップデートを記念して、新たな確定スキルを使用したパワーアップを実施と、これよりパワーアップされるモンスターキャラクターの図鑑画面をご紹介いたします。ということでですね、前回、公式放送でね、発表された、ドロップ強化プラスとか、そこら辺の覚醒ですね、が、今回実際に追加されます。ということで、まあ、見ていきましょう。さあ、ということで、まずはパイモンからですね。はい、こんな感じで覚醒が変わります。はい、覚醒スキルブーストプラス封印耐性指延長プラス暗闇耐性プラス10項目強化2つに光ドロップ強化プラスが2つ、回復ドロップ強化がプラスが1つで十字って感じです。この光ドロ強プラスはね、これドロ強2つ持ちなんで、光ドロ強合計4つに回復ドロ強2つで十字って感じですね。僕しれっと見逃してましたけど、この回復ドロ強プラスかなり強いですね。ドロ強プラスはそんな微妙かもしれんけど、結局この回復ドロ強プラスって今現状でもね、回復ドロ強めちゃくちゃ強いですから、これがプラスになってまとまれば相当キャラ強化入りますね、全体的には。まあ全てのキャラにこれが実装されるわけではないんですけど、結構期待したいところではあるよね。現状の覚醒がもうこんな感じなんで、完全別キャラになりそうですね。光ドロ強まとまってって感じでかなり強くなります。で、スキルですね。スキルはドロップロックを解除、光回復を6個ずつ生成、1ターンヘイストに全ドロップ強化が7ターンです。リーダースキル、光5個十字消し1個につき、攻撃力が4倍、1コンボ加算、回復十字でダメージを 70% 軽減、攻撃力が3倍って形になっております。はい。リーダースキルとスキルはね、完全別キャラになってますので、比較はしませんが、かなり強くなっております。はい。で、続きましてダンタリオンですね。覚醒スキルブーストプラス封印指延長プラス毒耐性プラス10強10強にヒドロップ強化プラスを3つ持ちです。超覚醒十字です。これはヒドロ強6個持ちに十字2つなんで火力は結構高め。で、スキルはドロップ6個を解除、人回復を6個ずつ生成、自分以外の味方スキルが1ターン貯まる、全ドロップ強化が7ターンです。リーダースキル、光闇の5個十字消し1個につき、攻撃力が 3.5 倍1コンボ加算、回復の2コンボ以上でダメージを 70% 軽減、攻撃力が3倍って感じになってます。はい、まあ、これもね、まあ、強化前に比べたらエグい強化もらってますね、かなり。で、続きましてこちらエスカマリです。覚醒から闇ドロップ強化プラスが4つ、超覚醒が闇ドロップ強化あるので、なんと合計で闇ドロ強10個持ちになります。やばくない？闇ドロップ強化4つに超覚醒闇ドロ強で合計闇ドロップ強化プラス5個よ。つまり実質闇ドロ強10個分。さすがに火力やばそうだけどね。で、10強3つっていうね、125倍、さらに封印にスキブプラス、火力特化すぎるだろ。エスカバリ小学生はスキブかバインドか闇ドロ強プラスから選べます。で、スキルはキー回避向上魔毒爆弾を闇ドロップに変化、5ターンの間闇ドロップが少し落ちやすくなるが5ターンスキルです。リーダースキル、マシンと神ダイブの全パラが 3.8 倍、強化ドロップ含めて攻撃した属性の攻撃力が8倍って感じになっております。はい、闇ドロップ強化10個持ちって視点でもう火力やばいけどね。しかもデフォで8個あるんで、もう化け物でしかない。しかも10強3つなんか何でもありになってません？これが強化されたね、パイモン、ダンタリオン、エスカマリのね、あれですね。他の進化形態もパワーアップされるみたいなんで、そこら辺も楽しみではありますね。はい、さあ、そして続きましてシアドとリーチですね。こちらも他の進化形態もパワーアップされるみたいですが、まあ、実際に見ていきましょう。まずはシアドからです。覚醒お邪魔プラス、スキブプラス、封印指延長プラス、10項目強化2つに2ウェイプラス3つ、そして小学生2ウェイ創作かバインドプラスです。はい、まあシアドに関しては副属性何かしらつけてあげて運用することになりそうですね。さすがに副属性武器つけないと弱いんで、副属性武器つけてあげて運用が結構良さそうな感じではある。で、2ウェイ7個に10強2つでしょう。10強2つで25倍あるにもかかわらず、2ウェイが 1.7 の7乗だから、これ41倍ぐらい出るんですよね。火力やばくね？はっまあ一回先こっち見ようか。なので火力的には相当高そうですね。副属性まで含めてもバケモン火力が出ると思います。で、スキルは光回復邪魔毒爆弾を水ドロップに変化、5ターン水ドロップが少し落ちやすいのが5ターンです。リーダースキル、神マシン全パラ 3.8 倍、水2コンボで攻撃力6倍、3コンボ以上で10倍って感じになってます。はい、まあ火力枠としてね、とんでもない強化もらいましたね。シアと 2A プラスはマジでぶっ壊れ覚醒やね。これ10強2つに7強7個ってやばいよな。
でリーチです。覚醒からバインドプラススキルチャージプラススキルチャージスキブプラス封印指5色攻撃強化に7強2つです。超覚醒5色攻撃強化ですね。これ結構普通にね、もう光リーチとか持ってない人はね、この水リーチ全然代用で使えるしね、ラフィーネ編成とかにおいてもね、代用枠としては十分活躍してくれると思う。でスキルチャージ3つ持ってるんで、これ実質的にはなので、まあ25ターンスキルが毎ターン4ターン分溜まるんですよ。でリーチって6解除6色陣に5ターンダブル吸収無効なんで、ってことは7ターンで溜まるのかな、最短で7ターン中5ターンはループできるって感じになってね、結構強くなったかなと思います。はい、結構とかかなり強くなりましたね、リーチ。前と比べたらもう十分フェス限定の強化をもらってるんで、ラフィーネ編成とかね、多色編成の水属性枠、そしてダブル吸収無効枠としてかなり活躍してくれるんじゃないかなと思います。リーダースキルは6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が24倍、3色以上同時攻撃でダメージを半減、指5秒延長って感じになっております。はい、これがリーチです。はい、まあちょっとね、ここまででね、期待してるキャラ結構強化されてはいたんですが、なんかとんでもないのがいきなり来たんで、見ていきましょう。ということで、キングダムコラボキャラクターからですね、こちらの4体、漢字読めないキャラたちが強化されます。てかこれさ、言っていいのかわかんないけどさ、新しい覚醒スキルが追加されるから強化しますみたいな体で強化入ってるけどさ、これ単純にキングダムコラボ弱すぎるから強化しますだけだよね、これ。これなんかまるで新覚醒が入るから強化されますよ感になってるんですけど、これただキャラが弱すぎてあまりにも使われてないから強化しますよっていうアップデートと変わんなくない？これ強化されてるキャラがあまりにも弱いキャラしかいないんだけど、これそういうことじゃないの？っていうことを言ったら運営に消されそうなんで、バカなふりして知らないふりしておきます。さあ、ということでまずは強化からいきましょう。ほらだって見て、はい、すいません、10コンボ強化1個増えてるんですけど、これって新覚醒と何か関係ありますか？もうただこれキングダムコラボ弱すぎるから強化するだけやん。だったら最初から強化しとこうや。絶対10強3つにしといてよかったやん。皆さん、この強化の今の覚醒スキル覚えてますか？ちょ、ご覧ください、こちら。もうこれただ強化弱いから強化するだけやん。10強1個増えとるって。てかさ、本当にさ、よくこの覚醒スキルでさ、OK 出したよな。これ、星6だからね、万が一にも。石10個コラボの。よく OK 出したな。何回見ても怖えわ、マジで。これで許可出した運営の、その中の人が。いや、もうこれ本当にね、もうこの強化なを出した人はね、天才だね。もうちょっと、一緒の人か分かりませんけど、多分ね、別の人だと思うんですけど、あれで OK 出す人がこんな強化すると思えないんで。いや、もうこれ強化案出した人は本当に天才。いや、もうね、こういうのでいいわけ。アップデートに紛れ込まして、本当に弱いキャラを救ってくれるだけでもいいの。マジでありがたいですね。ちょっと元が弱すぎたんで、これでかなり強くなるかなと思います。ということで、強化ですね。まず覚醒が、バインドスキブプラス封印、暗闇耐性プラス、10強に、2A プラスに、ボイス覚醒です。で、超覚醒は 2A ついてますが、まあ、2A の場合、10強3つ、2A3 つなんで、火力かなり高いんですけど、まあ、実はこれ皮肉なことに、2A でも強いんですけど、実はこのキャラ無効貫通持ってまして、10強3つ無効貫にできるんですね。で、10強3つ無効貫って結構貴重なキャラで、普通に無効貫通火力枠としても活躍できるかなって感じ。ステータスに関してもね、ありえないぐらい増えて、いや、待って、ステータスそんな変わってないか。でもね、めっちゃ強くなってますね。はい。で、進化スキルは特に変更はなしか。リーダースキルは木の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力22倍、3コンボ加算、8コンボ以上で 60% 軽減。ここはやっぱ変わらないですね、さすがに。まあ、ただ覚醒がめちゃくちゃ強くなりましたって感じです。はい、まあ、これはいいんじゃないでしょうか。もうね、もう別にキングダムコラボしますでやっていいと思うけど、まあ、かなり強化入ります。お、これはちゃんと強化入ってますね。あ、これいいですね。さあ、続きましてこちら陽炭はですね、いや、これはちゃんとね、新覚醒追加のアップデートって言われても納得できますね。ちょっと見ていきましょう。元がこんな感じなんですよ。10強に 2way4 つで、まあ超覚醒10強でねっていう感じのキャラだったんですけど、こちらですね、超覚醒10強にで 2way が6個持ちになりました。これは新覚醒を利用したアップデートって言われてもめちゃくちゃ納得できますね。でさらにお邪魔耐性プラスも増えたんで、ギミック耐性の幅も広まり、2way6 個で火力も上がりって感じで、相当いいキャラになりましたね。であとは10強に 2way6 個持ちなんで、まあ普通に火力出せるんですよ。なので、もうなんなら超覚醒毒耐性プラスとかにしてあげてもね、毒耐性プラス、お邪魔耐性プラス、10強 2way6 個みたいな感じで使えるので、全然そういう使い方してあげてもね、例えばデートナーパーティーとかだったら火力枠で十分活躍できると思うんで、これめちゃめちゃいいキャラになりましたね。陽炭は超いいですね。これはちゃんとした今回のアップデートを利用した覚醒って感じで、めちゃくちゃいいのかなと思います。はい。で、スキルとは多分変わってないかな。
キルは6解除に危機回復、引き光回復、10倍エンハンススキル進化、バインド追加 HP1.8 倍、キナニコンボ半減、攻撃22倍、固定したダメージ。そうですね、リーダースキル、スキルは変わってませんね。ヨウタンはめちゃめちゃいいキャラになりましたね。これ評価かなり今回で上がったかなと思います。ギミック耐性もできて火力も出せて、なんなら超学生毒耐性プラスもつけれる、めっちゃ優秀なキャラになりました。これ一番いい評価だな。で、続きまして星5ですね。星5キャラの盲点も一応強化入ります。覚醒バインドスキブ封印指10強 2way4 つ光コンボ強化ボイス超覚醒10強です。 2way プラスめちゃくちゃいいね。これ2つの枠で4個つくわけですから火力的にもかなり強くなるね。スキルとかリーダースキルは変わってません。火力上がりました。最後に衛星です、まあ、このキャラもね 2way プラス1個ついて火力ちょっと上がったよって感じに。んちょっと待って合ってるよね。もともと衛星の覚醒どんな感じだったっけ。スキブが増えたのか。なるほど、スキブ4つになったって感じですね。はい、っていう感じが今回の強化でした。詳細は来週改めてウェブページにてご案内しますということでね、まあ、かなりいい強化なんじゃないでしょうか。で、まあ、特にですね、まあ、僕としてはもうなんだかんだキングダムコラボをね救ってくれるのはありがたいですね。キングダムね本当にねもうまあこの全部使った結果李牧以外そんなに強くないで終わっちゃいそうだったんですけど、これはめちゃくちゃいいね。いや例えば王騎とかもねめっちゃ面白い覚醒でね真と組み合わせたら強いんですけど、結局じゃあ使うかって言われたら使わないじゃないですか。例えば新しい新難易度のダンジョンが来てじゃあ初見で王騎真使いますかって言われたら、まあ、使わないんですよ。実際多色使うんですよ。だからなんか結局残念だねっていう感じで終わるとこだったんですけど、こういう全く使われてないキャラだしね、まあヨウタンマとかに関してはごめんなさい、これちょっと今の前言でっかいですね。全く使われてないことは全くなくて、集会とかではね結構もう編成に入ってるの見ましたけど、まあでもこれさらに明らかにこれで覚醒の幅広がったんで強くなるじゃないですか。で使い道広がるっていうのはねめちゃくちゃいいところだよね。あと僕の話で言うと全く使わなかったキャラ出したんですけど、これでかなり強くなったんで使い道増えるかなと思ってねめっちゃありがたいですね。はい、まあという感じが今回の新覚醒追加におけるアップデート情報でした。はい、ということでね、ぜひここまで見てくれた人はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。